まあでも普通に可愛かったんですけど、はいはいはい、そういうのじゃないとゴリゴリの名古屋弁だったんですよねめっちゃ地元近所やんと思いながら喋っててギフスもねそうす今日何番以内引いてるんですか。で、避けたはないんで最低30です。100人ぐらいですか。100人ぐらい、100人ぐらい、なるほど。ゾロ目がいいんじゃない。まあまあゾロ目がいいゾロ目、うん、ゾロ目がいいなさ、帰れ。はい、打つ資格ね、バカ野郎。はい、バカ野郎1桁か、ゾロ目。はい、せーの、なな、な、な、すごい連番連番ですね。知ってましたよね。知らんでしょ。ほんとですか。ほんとでしょ。めっちゃすごいっす。じゃあすごいっす。お前は特に今回分かってるよな。どうなるかな、覚悟しろよ。黙るんすよね、このくだりやると。絶対いや、あの、本気なんですよ。あ、なるほど。ガッパさん、本気なんです。豚の本気はもう無言っす。見せろよ、今日絶対に。とりあえずオープニングで一発あるんで、オッケー、待っててください。楽しみしてる。今日溜めたね。どうしたの。今日はちょっと溜め気味で。なんか溜まってんの。いや、特にないんすけど。それより、うん、なんだよ、その色、肌のはい、どこ行ってたんだよ。え、どこ行ってた。どこ、昨日。昨日じゃない、昨日じゃない、昨日じゃない。その色の原因は何なの。沖縄？沖縄。全員一緒か。全員一緒のとこで。うん、その一緒にいた。俺はい！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 さ！俺はい！え、お前だってカッパだいぶ日焼けしてるからすでにいいかなと。これからさらに焼けるから。ああ、そう。浴びれば。呼んでくれよ。なんでだよ。いや、カッパのために特訓しに行ったんですよ。そうっす。何を。パチスロの力を上げるために沖縄で特訓してたんです。でも特訓のせいかもう現れましたよ。はい、もう厳しい合宿特訓を経て、はい、こいつは水の上を歩けるようになりました。めちゃめちゃすごいじゃないですか。すごいですよ、本当に。あ、そうですね、あの特訓はきつかったですね。え、どういうことですか。クリもバッチも歩けなかったんだけど、はい、いや、二人はもう見事じゃあクリバッチ超えってことですか。いや、もう完全にこれで、はい、もうこれで、うん、じゃなくてさ説明をしてくれないですか。そこに関しての、あの、一昨年ぐらいからこのブームが始まったんですよ。木村先生の沖縄で、はい、これできるんじゃねシリーズっていうのがありまして、お前最初はですよ、お前プールのヘリをちゃんと渡れるのかっていうところから始まって、プールのヘリをこうね、我々が行くわけですよ。はいはいはい。そしたら木村さんがこういろいろねちょっかいを出してくるというのがありまして、はいはい。で、今年はいいわ、もういいわ、もういいわ。夏場もう油になっちゃうから、もう。もういい、その話はそっち広げなくていいんだよ。じゃあまあまあとりあえず今回負けたら覚えてるよな、何するか。バーレスト。お？全員分ごちそう。あの人もよ。 あの人もえ、あいつ高校生だから無理だよ。ああ見えて高3だから。高3なんすか。ああ見えて完全に高3。高3なんすか。あるよ、もちろん。首は常に、首はちょっと常に心には。あ、袖の下からなんか出てきたよ。首とかさ、ね、結構俺好きなんだよね。ハイチュウ。何それ。ハイチュウ。あれ、こっちからも。あれ、袖の下からこっちから出てきたよ。出てきたよ。あれ。ありがとう。お菓子御殿のベニーモタルト。ハイチュウ。まあ今日はちょっと
緩めにこうなんかありがとうございます。あんまりこう大きすぎすんのもちょっと違う感じしますね。楽しくこの感じだとお前絶対政治家になっちゃいけないじゃん。ちなみに今残金いくらあるんですか。あ、11万7000円です。結構あるんで。結構あるんですね。全然いけるけ。じゃあ好きな台を。ちょっと待って、4人いるんで1人じゃないんだよ。ね、4人で11万で全然いけるわけでは。11万もあれば大丈夫です。俺この番組ある意味奇跡だと思ってるからね。ね、お前おかしいよ感覚。4人で11万って結構ブルッちゃうぐらいの感じよ。1年今までだやってきたから大丈夫。今まで11万でどうにかなってきたから全然大丈夫。なってきましたが大丈夫だから。なんとかなっちゃってるんだよね。なっちゃってるんで大丈夫です。11万あれば。で、リゼロ本線の抑えでせいや。あじゃあ外線行こうか俺。あ、いいですよ全然。え、そろそろ俺も外線行きたい。いいよ、まあ、いいっすか。いいよ、2人外線行っても多分大丈夫じゃないですか。いいよ、もう、もう勝負かけようよ、この10万のところで、うん、そうっすね。俺らだってしょうがねえから、そうっすね。もう一気に話そうよ。 OK です、わかりました。じゃあそれで外線外線2-0で、はい、わかりました、 OK です。じゃあ締めましょうかね。最近配信された YouTube の最勇気を見ていました。コメント欄にこんなやつの子供かわいそうだなって書いてありました。厳しいこと書くやついるなってその時は思って、家帰って夜寝るとき子供の寝顔を見たら涙が溢れ出ました。パパ頑張る。っていうかカッパが返せるって方がいいんじゃないの。大丈夫、ちょっと迷ってきましたよね。ただ二人行くって聞いたら、いやだから、ま、マリブにリゼロ行ってもらえばいいじゃん。ちょっと打ちたくなっちゃってんすね。いや、すごいね。すごいっすね。こういうの打ちたいっすね。まあ、末だったら熱いね。頑張りましょう。ちょっとこれ行きたいっすね。理由とかはないっすけど。新東部が有事大学校が阻止し、選挙すべて続きますので、あらかじめご了承くださいませ。前日前々日悪いとこ行きたいからこれかな。うん、これにしましょう。これもいいな。とりあえず向こうの台からコンビニだけ一応両方とも打つって感じで行こうかなと思います。とりあえずこっちだけキープしておきます。リゼロ打っていきます。もう一個の候補台がなくなっちゃったんですよね。とりあえずこれ打ちますか。まあ大丈夫でしょう。いきますよ。はい、マジの4万枚。さあ回線取れまして並びなんですけど、沖縄のお土産効果はおそらく持って第2枚だと思うんで、早めに出玉につなげようと思います。まあ、一応狙いとしては前日すごい高設定強度で、まあ最悪リセットかかっててもっていうところですね。まあもちろん天井行くなんか考えてねえけどね。だけどよこいつ、ずいぶん偉そうなことばっか言って示しつかないんじゃないですかこれ。はい、すみません。気合い入れといた方がいいんじゃない。ちょっとはい寝ぼけてんすよ多分。あちょっと一回目覚まし、あ、はい、
目覚ましのブレス、目覚ましブレス、鼻くそ出てんすよこんなやつのもう 朝はもうすごいから俺今日これあるからどうする、なんすかそれ、ノニオ講習のやつ、はい、やってきたの最近、あのケアしようと思って、ちょっとノニオあり一発目なんで、ノニオありいいでしょう、ノニオありで、アサリセ、アサリセで、アサリセ、アサリセ、アサリセしてほしい、一回だけだよ、まあこれで多分オッケー、ただでもこっから出すんですからね、そっか、いいよ全力でね、いいよあれ、ノニオ効果、ノニオ、ノニオ、いや臭いよ、臭いけどまだ大丈夫、ノニオの香りでちょっとごまけた、わすげえ、ノニオ、ノニオすごいっすね、ノニオ宣伝しとこう、ノニオCM 来るかも殺人ブレスも、これがあれば講習も大丈夫、よし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 おめえら何やってんだよ、すいません、勝たなきゃいけねえんじゃねえのかお前すいません、俺の台見ろお前、えうわーおーおーおい、うめえなてめえ、おこれでも炎でしょ、多分ね77ボットの、あの方引いたんじゃないかなと思うんですけど、では投資8000円、おおまさか、どうすんだあれ、国家ゾーンの男、国家ゾーンの男今日めっちゃ言ってましたからね、 SGGEX やるって任せてください、いやくおじゃあ、はい、でも俺の知ってる限り3いったら5いってるから、だいたい3いける人は5いけるから一緒、3いったら5いってるから一緒、だいたい3個乗せる人は5個いけるでしょ、もう言ってる意味が分かってる、だから勢い一緒って言われました、勢い乗ったらなんかもうバーンって、3も5も一緒、3も5も一緒、お一番惜しい、稲荷履歴2個赤7、危ねえぞ、まだ大丈夫、まだ9ゲームある、まだ9ゲームある、おいナビなしのお前逃げ道ねえぞ、もうやばい、おいちょっと一回叩いてもらう、一回叩いてもらう、いや違うよバカ野郎、てめえ叩いてもらえっつったんだよてめえ、叩いてもらえよな、はい、お前やれ、よしよし行け、これまずいっすよ、俺が気にしすぎ、行こう、マジやろ、 EX チャンス
鼻ももげてんだけど。中断リプレイ欲しいですね。いやそんなんじゃねえよ、そんなんじゃねえよ、もう中断ならいいんじゃん。どうした、どうした。おい、おい、ここ継続。おい、よし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 、 OK、 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 一回取ろう。てめえ何ゲームやってんだこの野郎。おい、長っ。無限、無限ですよね。え、そうだ、そうです、最終ゲーム無限なんですよ。じゃあ逆にもうずっと続いてもいいってことっすよね。そうだね。だからこのまま満杯、このまま満杯や。チャンスエッグ、チャンスエッグ、チャンスエッグ、チャンスエッグ。中断から引きたいですね、中断リプレイから。やっぱ増やせ増やせ。あ、あるあるある、あ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 、イブイチ。おー、あるあるある、可能性あるぜ、可能性あるぜ、ある、可能性あるぜ、可能性あるぜ、可能性あるぜ、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 マジ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 あるぜ。おー、うわあ、よしよし、いけいけいけ、いや、おわ、まだ、まだ、まだ、おわ、おわ、まだ早いだろ、まだ早いじゃん、まだ早い、おい、一つ来たぜ、まだ早いじゃん、このやるてめえ、おい、よしよしよし、ただ赤棚、赤棚揃えなきゃ、赤棚いっぱい欲しいね、赤棚揃え、赤棚。違う違う、赤なんだよ、赤なんだ、赤なんだ、赤なんだ、よし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 、いいよ、のっ、よしよしよし、やおや、赤なんだ、赤なんだよ、赤赤赤、そんなんじゃねえ、そんなんじゃねえ、赤なんだ、赤なんだ、赤なんだ、落ち着け落ち着け、大丈夫大丈夫、ハンバール、ハンバール、ハンバール、赤なんだよ、赤なんだ、赤なんだ、そんなんじゃねえ、赤だら、赤だらが欲しいけど、赤赤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 、どうしたらここでひなの、ひななとかいらないけど、バカ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 、いや頑張れ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 、俺まだあるまだあるまだある、うぅ、なんでやれない、よし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 、いや、ほい、マジだし、マジだし、マジだし、ラストゲーム、ラスト、マジだし、マジ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 、さすがうちの特化ゾーン担当が、まあ、全然内容、ね、エクストラ入った割にはあれですけど、でもやってくれましたよ、これで出玉的にはちょっと余裕が生まれましたね。いや4個もったいなかったな、カッパに申し訳ない、いやー満杯チャンスなのにね、1番の。ほらほら引くんだよ、これは6ですよ、 OKOK6 ですよ、積もっちゃいました。次回
最有機伸びる凱旋と推定6のリゾロ月並みだけど次回も見てくれよな。ねえそれって何聞きたい。いや別に。あのね、動画や漫画見放題、来店情報もチェックチェック、取材情報も盛りだくさん、使いやすい。わかった？てかそれ何？ジャンバル新着アプリ